命の電話の相談員が足りません。孤独の中で誰かに話を聞いてほしくて電話をする人がいます。でもその切実な電話を受け取る人が不足しています。命の電話は辛い思いをしている方に電話で寄り添う市民活動。あなたのご協力をお待ちしています。皆様、本日はお忙しいところご来場いただきありがとうございます。そしてオンライン聴講をされている皆様、ご参加いただきありがとうございます。本日の司会をさせていただきます、愛媛いのちの電話研修委員の横田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではただいまより厚生労働省自殺防止対策事業いのちの電話プロジェクト平田織座のコミュニケーション講座第2部を始めさせていただきます。講演に先立ち、社会福祉法人愛媛いのちの電話理事長武井義貞よりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。土曜日という貴重な週末の時間にわざわざここの会場まで足を運んでくださいましてありがとうございます。午前中はワークショップという形で平田織座先生の語る言葉からイメージを紡ぎながら、ゆったりとした時間を過ごさせていただきました。午後は、ネット配信も含めて大勢の方に、厚生省の自殺対策防止プロジェクトの一環として自ら命を絶つ前に最後のプロジェクトとしての命の電話があるんだということを、広く周知をさせるために、いくつかの命の電話センターが主催をいたしまして、各地でこういうプログラムが実施されております。今日は松山でこれから1時間半の間平田織座先生をお招きをしましてお話を聞きながら、先生が語る言葉でイメージを紡ぎながら1時間半の時間を迎え浸っていただきたいというふうに思います。では先生、よろしくお願いいたします。では講師の先生のご紹介をさせていただきます。劇作家で演出家の平田織座先生は劇団青年団を主催し数々の演劇賞を受賞してこられました。長年演劇を生かした演劇教育を提唱し、現在は芸術文化観光専門職大学学長をされておられます。主なご著書に、演劇入門、分かり合えないことからコミュニケーション能力とは何か、演劇の言葉、共に生きるための演劇、名著入門、小説幕が上がる、など他にも多数ございます。それでは平田先生、よろしくお願いいたします。こんにちは、平田です。よろしくお願いいたします。午前中もワークショップをしてたんですが、一応午後からの参加の方も多いと伺っているので、少し重複するところもありますが進めていきたいと思います。でご案内があったようにこれ命の電話 の, 直接の話ではないので、それを期待してこられた方は、あまりいらっしゃらないかと思いますが、コミュニケーションについて話すようにというご依頼ですので私の専門の分野からその話をしたいと思います。はい、ちょっと一応自己紹介のスライドも持ってきました。本業は劇作家演出家で作品を作るのが一番の仕事で、
これは2002年のサッカーのワールドカップがありまして、あれが日韓共催だったので、日本と韓国の両方の、国立劇場で合同で作った作品です。日本の俳優さん6人と、韓国の俳優さん5人出ていた、サッカーにちなんで日韓でイレブンを作って、日韓両国で大きな賞をいただく作品になります。これ三田和代さんですね。こちらペクソンヒ先生という、韓国の人間国宝クラスの俳優さん出ていただきました。これは私の代表作で東京ノートという今、世界14カ国語ぐらいに翻訳されて世界中で上演していただいている作品の日韓版ですね。手前の2人韓国の俳優さん、奥の2人は日本の俳優さんです。これはそれのフランス語版ですね。フランスの国立劇場で作った、作品です。これ台北ノートってなってますけど、こういうのは本案というんですが、台湾で舞台を置き換えて台湾の俳優たちで作った作品。こういった国際共同の仕事が多いんですけど、一方で大阪大学に長く勤務してましたので、大阪大学ではこうロボットを使った演劇とかですね。はい、これはどっちがロボットでしょう。どっちがロボットでしょう。あ、こっちですか。ハズレですね。こっちがアンドロイド。こっちはアメリカ人の女優さんですね。じゃあこれは、そうですね、これマツコロイドという、これマツコさんですね。じゃあこれは、そうですね、はい、このマツコロイドというのを作った石黒博士というちょっと怪しい教授が大阪大学におりまして、この人どのぐらい変な人かっていうとですね、自分にそっくりのアンドロイドを作って有名になったんですけど、アンドロイド年取らないですよね。で、自分どんどん年取っていっちゃって、せっかく作ったのにだんだん離れていっちゃうんですね。で、どうしたかっていうと、自分の方が整形手術しました。はい、こっち直すの300万で、こっち直すの30万だったんで、自分の方が全く意味ないですね。本当にロボットと自分の区別がついてない人なんですけど、まあ、彼と一緒に10年以上いろんな作品を作って、世界中をで上演してきました。これはオペラですね。これはドイツのハンブルグの州立歌劇場で作ったオペラなんですけど、これは福島が舞台になって最後防護服を着てお墓参りに行くシーンで終わるんですが、ヨーロッパでこのオペラの演出なんかもしております。あと作家なんで一応小説とかも書いててですね、7、8年前にももクロ主演で映画化されたんで、もしかしたらご覧いただいた方もいるかもしれません。で、今は兵庫県の豊日本海側の豊岡市というところにある、この兵庫県立の大学なんですが、芸術文化観光専門職大学という、まあ、日本で唯一、演劇やダンスの実技が本格的に学べる公立大学ということで、3年前に開学した大学の学長をしています。それから、小学校中学校の国語の教科書を作るお手伝いをしてきたので、今もだいたい年間40校から50校ぐらいは実際に行って授業もしています。ちょっと今日は喉の調子が悪くてお聞き苦しいところあるかもしれません。昨日一昨日とずっと中学校で6コマずつ1日6コマずつ授業してきたので、それでちょっと喉が枯れていますが、すいません。で、大学でもこういったワークショップ形式の授業というのをまずっと続けてきました。で今日はちょっとこの授業内容に沿ってお話をしたいんですけれども、これ今日の午前中のワークショップでも最後にちょっとだけやったんですが、これ列車の中という設定になっていて、この A さんと B さんは知り合いで、そこに他人の C さんが入ってきて席を譲り合ったりしながら旅行ですかと声をかける、まあ、こういうテキストなんですね。でこれ簡単に見えるんですけど、日本の高校生とかにやってもらうと意外と難しくてですね、初対面のはずなのに妙に慣れ慣れしくなっちゃってですね、旅行ですかみたいになってたりとか、あるいは演劇部の子とかは一生懸命聞いちゃって、旅行ですかとか聞いちゃったりするんですね。で、最初のうちなんでうまくいかないのかよく分からなかったんで、それまではプロの俳優としか仕事をしたことがなかったので、これなんでうまくいかないのかなと高校生に聞いたんですね。ただ非常に高校生らしい答えが返ってきて、自分たちは初めて会った人と話したことがないからっていうんですね。最初は誰でも初対面だろうと思うんですけど、要するに他者との接触が少ないってことですね。今、進学校ほどアルバイトも禁止なので、高校生。
そうするとですね、親兄弟と、学校の友達と先生ぐらいしか、コミュニケーションの対象がないっていうことなんだと思うんです。で、そのうちにカルチャーセンターとかでも教えるようになって、そうすると社会人でも苦手な方が多いってことが分かってきました。だいたいね、日本の中高年の男性だと席の決まった宴会ならいいけど、カクテルパーティーは苦手って人結構いますよね。でこう名刺渡して何とか少女の何とかですって言って、だいたいあと私と同世代ぐらいだともう野球の話ですよね、今年も巨人はみたいな。であともう話題なくなるとだんだん壁の方に下がっていっちゃいますね。ああみんな苦手なんだなってこと分かってきて、それ以来ちょっと参加者に聞くようにしてるんですが、そもそも今の大学生はこういった記者の長旅自体を経験することが少ないので、私たちの世代までは東京や大阪の学生が、北海道や四国九州旅行に行くときに10時間ぐらい列車に乗るって当たり前のことだったんですけど、今もう飛行機の方がね安くて早いですから。それから日本はこういうボックス席の列車とかコンパートメント個室の列車も少ないので、こういう経験自体が少ないんだと思うんですが、皆さん海外に行く時の飛行機の中をちょっとイメージしてください。で隣に知らない人が座ったとします。で自分から話しかけるって人もいると思うんですね。自分からは話しかけないな、話しかけられれば答えるけれども自分からは話しかけないなって人もいると思うんですね。それから場合によるって人もいると思うんですけど、ちょっと手を挙げてみてください。話しかける方だっていう方、何人かいらっしゃる。ちょうど、はい、これね、だいたい全国どこ行っても1割、今日もだいたい1割弱ですね。全国どこ行って、日本国内はですね、全国どこ行ってもだいたい1割、大阪だけちょっと上がるんですね。大阪南の方行くとドーンと上がります。僕の国内最高記録は富田林の7割っていうのが最高記録、では自分から話しかけないというか、でも半分以上ですね、はい、では場合による、はい、どんな場合です か、 なんか 共通の話題がありそうな、共通の話題がありそうだった、どんな相手がしゃべりやすそう、はあ、相手が具合が悪そうですね、そうですね、はい、とてもいいバリエーションに富んだ答えが返ってきました。もちろんですね、話しかける主体の A さんの体調とかもあると思うんですね。あんまり落ち込んでる時に話しかける、でもですね、やっぱり相手によりますよね。話しかけるというふうに手を挙げた方でも、相手がものすごく怖そうな人だったらね、話しかけないと思うんですね。で一方で話しかけないって多くの方が手を挙げたんですけど、この C さんが赤ん坊を抱いてて、この赤ちゃんがじゃれついてきたりしたら何か言いますよね。可愛いですねとか、可愛くなくても何か言わないとね、今度こっちが怖い人だと思われちゃうんで、何か相手によると。で、これ全く同じワークショップをオーストラリアの大学でやったときにですね、やっぱりどんな場合に話しかけますかって聞いたんですね。そしたら人種や民族によるっていう答えが返ってくる。で、やっぱりワークショップっていろんなとこでやってみるもんだなと思ったわけです。ただこれはですね、相手によるんじゃなかったんです。人種偏見とかの話ではなくて、この A さんがイギリスの上流階級の教育を受けた男性だったらば話しかけないんじゃないか。イギリスの上流階級では人から紹介されない限り他人と話してはいけないというマナーがあると。だからあいつらを高く止まってんだって、オーストラリア人のイギリス人に対する偏見も明らかに入ってると思うんですけど、そういうマナーがあることは事実なんですね。で、皆さんもご経験ある方多いと思うんですが、アメリカとかオーストラリアってやたら話しかけてくるんです。アメリカでも東部よりも中西部西部の方が圧倒的に話しかけてきます。これ開拓からの歴史が浅くて、自分が相手にとって安全な人間だってことを早く示さなきゃいけないの風土が残ってると、話しかけてくるんじゃないかということなんですね。で、僕はよく学生たちに説明するのは、アメリカでホテルに泊まってエレベーターで他人と乗り合わせて、無言ってことはないわけですね。はいとかハワイとか何か言わないまでも目で微笑みあったりします。日本人はどうですかね、エレベーターとみんな上の表情をこう見ますね。見ないでも登っていくんだけど、なんとなくこう見てしまう。じゃあエレベーターで話しかけるアメリカ人は大変コミュニケーション能力が高くて
話しかけない日本人はコミュニケーション能力のないダメな民族なんでしょうか。そういう話でもないと思うんです。これ文化の違いなわけです。アメリカという多民族国家は狭い空間の中にいろんな人が閉じ込められると早く自分が相手に対して敵意を持ってませんよということを声や形にしてはっきりと表さないとストレス緊張感が溜まってしまう社会ですね。で、日本人は島国村社会でのんびり暮らしてきましたから、そういうことを声や形に表すのは野暮だという文化の中で育ってきました。もう例えばね、皆さんもまあホテルならともかくデパートのエレベーターかなんかでいきなり声かけられたらちょっと緊張しますよね。なんか売りつけられるんじゃないかとか思いますね。要するに緊張する局面が真逆になっていることが分かると思う。多民族国家の方たちは言葉にすることで緊張を緩和します。ストレスを軽減します。日本人は話しかけられると緊張しちゃうんです。これ文化の違いですから良し悪しではないし、まして優劣ではないということですね。ただ皆さんももうなんとなく薄々お感じになっていると思うんですけど、日本もそうも言ってられない社会になってきたということです。で、その、まあ、私たち教育に関わる人間はこのそうも言ってられないというのはそこら辺の居酒屋談義で済ますんじゃなくて、そこら辺の居酒屋でね、おじさんたちがまあこれから日本もグローバルだなみたいな、そういうのじゃなくてちゃんと問題を切り分けて、まあ、考えていかなきゃいけない。学生たちにはよく縦軸と横軸でしっかり切り分けて考えようと、コミュニケーションについてという話をします。横軸というのは、コミュニケーションの内容です。今就職はもちろんですけれども、これなんかワンワンして聞こえますか？大丈夫？ちょっとこれ多分ボリュームが大きすぎない、大丈夫ですか？いいですか？はい、この音が大きいですね。就職はもちろん大学入試でも、もう今半分は年内入試といって推薦とか英語入試で入りますから、面接とかですね、グループワークとかどんどん増えてるんですね。でなのでそこから逆算していく、中学高校でもコミュニケーション教育ってことがすごく言われるようになって、それでまあ僕はいろんなところに呼ばれるわけですけれども、でコミュニケーション教育、コミュニケーション教育って言うんですけど、じゃあ一体どんなコミュニケーション能力がそこで求められてるのっていうことですね。でもちろん今の子どもたちで、ね、自分はもう一生海外には行きませんっていう子はいないので、そのこと言ってたって入った会社によってね、どこに行かされるか分かんないですから、そうすると、まあ、世界で通用するようなコミュニケーション能力も必要かもしれませんね。しかし一方でこれから日本にもたくさんの外国の方に来ていただいて、働いていただいて、暮らしていただかなきゃいけない。でそれを今度はマイノリティの受け入れですから、今の子どもたち、若者たちが国際社会で戦っていくのとはまた別のコミュニケーション能力が必要なんだと思います。だから日本人同士も価値観が多様化していきますから、今までのように日本人なら分かってよとか、そこはちょっと察してよというコミュニケーションだけでは社会が持たなくなっている。だいたい今の高校生大学生、社会に出て最初に直面するコミュニケーションギャップはグローバルコミュニケーションではないですよね。多分世代間のコミュニケーションが一番まず直面します。からあと日本の、最大の課題は少子化ですから、当然やっぱりジェンダーの問題ありますよね。もしかしたらこれからは学校教育でちゃんと男女交際ができる子どもを育てるようなコミュニケーション教育が必要になるかもしれない。で、いろんなコミュニケーション能力ってものがあるわけです。で、それを基盤にして、じゃあ縦軸っていうのは何かっていうと、その子一人一人の将来設計です。君たちがどう生きたいのか、国際社会で活躍したいのか、地方でのんびり暮らしたいのか、どんな家庭を築きたいのか、一人で生きたいのか、それによって必要とされるコミュニケーション能力が違ってくると思うんですね。例えば私が今暮らしている兵庫県の豊岡市っていうのは、城崎温泉っていう、まあ、道後温泉と並んで西日本最大級の、温泉地を抱えています。で、豊岡市は英語教育もコミュニケーション教育もすごく力を入れてるんですが、豊岡市教委は、豊岡市の英語教育は文部科学省が言うようなグローバル教育ではないと
公言しています。世界と戦える人材を育成するつもりはさらさらないと、まあ、そんなものは高校大学でやってくれと、初等教育でそんなことやる必要ないと。だってですよ、城崎の旅館継ぐような子どもたちがみんな来てるわけですよ、城崎小学校に。でその城崎の旅館の主人ご主人に英語でディベートする能力とか必要ないんですよね。てかあったら困るんです、ね、世界中からお客さん来てくれてるのに今日も言いまかしてやったぜとか、そんな能力必要ないですよ。もっとおもてなしの英語でいいんです。道後もそうだと思うんですけど、もう城崎のお土産屋さんの、ね、おばちゃんたちはもうポケトークでガンガン世界中の人と話してます。そっちの使い方を教えた方がいいかもしれない、ね、だから別に東京中心で東京の企業の論理で日本中がグローバル教育をする人僕はないと思ってるんです。じゃあどんな自分の描きたい未来像から自分の描く未来像から、逆算して、じゃあ今自分はどんなコミュニケーション能力を磨こうかってことを子どもたち一人一人が、まあ、考える時代になってきてるということかと思います。でこれもよく僕は学生に言うのは、だから文部科学省が言うようなグローバルコミュニケーションスキル、異文化理解能力と言いますけど、あんなもんは恐るに足らずだと。あれグローバルって言ってますけど、あれアメリカンコミュニケーションスキルですからね。ビジネスの中心がアメリカだから、アメリカ人のコミュニケーションを学んでる。でそれは別に学んで損ではありません。ビジネスの世界ではそれは役に立つかもしれない。だからそれはマナーとして覚えておけばいい。まあアメリカでホテル泊まったらエレベーター乗ったらはいはいって言っとけぐらいに覚えておけばいいんです。大体コミュニケーションの7割8割は民族の習慣に根ざしたマナーなんで、それを覚えておけばいい。そんなものは恐るに足らずだと。本当に恐れなきゃいけないのは、本当に私たちが謙虚にならなきゃいけないのは、この文化の多様性の方なんだと思うんです。コミュニケーションの多様性の方なんだと思うんです。アメリカではホテルでエレベーターに乗ったはいハワイと言わないと失礼になる。でも同じ英語使っててもイギリスのある階級に行ったら話しかけたら失礼になるんです。こんなこと全部覚えておくことできないでしょ。てか覚えるのも AI 人工知能に任せればいいですね。私たちは検索さえできればいい。だとしたらこれからの若者がつけなきゃいけない能力は、次に行く国はどんなコミュニケーションを取るんだろうという好奇心と、そして自分の国の文化を押し付けない謙虚さの方なんじゃないか、まあ、これが本当の意味でのグローバルコミュニケーションスキルなんじゃないかと、まあ、私は考えています。今日の話もそれを前提に聞いていただきたいんですが、さて、話を元に戻す。アメリカオーストラリアよく話しかけると、イギリスはですね、同じ英語使ってても古い社会なんで、住んでる場所とか階級によって随分英語のイントネーションとかが違いますね。なので相手を紹介してもらわないとどんな英語で話しかけていいのかが決まらないんだと思うんです。だちょっと話しかけにくい言語なんですね。でそうやって考えていくと、日本語もちょっと話しかけにくい言語で、日本語とか韓国語というのは敬語が複雑に発達してますから、相手との関係が決まらないとちょっと話しかけにくいんですね。で、特に韓国語はですね、年齢による敬語が厳しいんです。もう一つ年上でも敬語で話さなくてはいけません。日本語はどちらかというと社会的な関係で敬語が決まります。だから例えば皆さんのお子さん、お孫さんの担任の先生が皆さんより年下でも、一応先生に対しては敬語で喋るでしょ。これは教師という社会的な地位に対して敬語を使っています。これが日本語の特徴なんですね。で韓国語はどちらかというと年齢が優先されます。いずれにしても封建社会だったらそれでいいんですよね。関係固定してますし、みんな知り合いだから。でも今私たちは同世代の人と初対面で会うなんてことしょっちゅうあります。外本当に困る。私ちょっと韓国語喋るもんですから本当に困るんですね。韓国の方と会った時、これ間違えると失礼なことになる。ただ言語っていうのはうまくしたもんでですね、韓国語では相当早い段階で相手の年齢を聞くという習慣があります。挨拶のすぐ後ぐらいに何年生まれですかと聞きます。向こう数え年なんで、数え年と満年齢で誤解が起こるとまずいので、大体おいくつですかではなくて何年生まれですかって聞くんですね。たまに江戸で聞いてくる人いるんですけど、江戸で一周間違えるとますます悲惨なことになります。分かんない方いらっしゃいますか。で
今あの「I Love You」ってドラマ、テレビドラマ見てる方どのぐらいいらっしゃいますか？あまりちょっと言いましたね。はい、あの二階堂ふみさん主演で、あの韓流のイケメンスターとの共演なんですけど、これの第1回の時にその男の子がもうすごい早い段階で年齢を聞いたんですよ。でこれちょっと多分日本の視聴者からは違和感があったと思うんですけど、僕はあ、これちゃんと韓国語分かってる人がシナリオを書いてる、あるいはそれをあのちゃんとメンバーに、シナリオのメンバーに入れてるなと思いました。で、あのこれ普通なんですね、年齢聞くっていうのは。で、まあ、ただこれ男性同士はいいんですけど、あの今どき、まあ、昔は韓国の女性年齢聞かれるのを嫌がらないと言ったんですけど、今そんなこともないの で、これ逆のこともあるんですね。日本から韓国に行く観光客の8割は女性と言われてるんですが、向こうに行った日本女性がいきなり年齢を聞かれて不愉快な思いをしたという報告がよく政府観光局に届けられます。でこういうふうにですね、話しかけるごめん、話しかけるという行為一つとってもお国柄とか民族性とか国民性というものが現れます。で例えばアイルランドという国でワークショップやった時にはいきなり全員が話しかけるというふうに手を挙げちゃったんですね。だ場合によるという話さえできなくなっちゃったんです。でこのぐらいで、アイルランドって本当に気さくな国で、パブで立ち飲みでビール飲んでるとみんな話しかけてきます。でもイギリスとアイルランドなんて隣の島でしょ。でこんなに違うんですよね。で私このネタもう十数年ずっと喋ってきたんですけど、数年前にエクスペディアという世界的な旅行会社が飛行機の中で隣の知らない人に話しかけるかどうかの世界的な調査をしてくださいました。別にこれ私が頼んだわけじゃないんですが、日本は見事にダントツ最下位 15%、 私のさっき言った 10% っていうのはほぼ合ってましたね。これ多分飛行機に乗る人だけで調べたんで、あの少しアクティブな人でやっと 15% ってことなんです。でこの調査で一番話しかけるのはインド人の 60% だから、飛んだ場合すごいですね、インド人より話しかけるってことなんですね。でこれあの日本の教育界の宿命なんですけど、明治以降ずっと欧米に追いつけ追い越せでやってきたので、今の日本のコミュニケーション教育も欧米の人たちはコミュニケーション能力が高くて気さくに話しかけて、でだからプレゼンもうまくて、だからあれに追いつこうみたいなイメージがありますよね。あるんです、日本の教育者にも、文部科学省の官僚にもあるんです。政治家はもっとそうですよね、みんな英語のコンプレックス持ってるから。だけど見てください、ドイツ、オーストリア、ドイツ語圏はそんな話しかけないんです。だからなんか話しかけたりペラペラ喋ればコミュニケーション能力が高いってわけでもないってことなんですよね。要するにですね、普遍的なコミュニケーション能力なんてものはそもそもないんだと。コミュニケーションって民族や人種の習慣に根ざしたマナーの部分が非常に大きいので、それが違うからといって優劣ではない。ただしグローバル化の中で学んでおいた方がいいことはありますよぐらいに、捉えた方がいいということです。さて私たち演劇人はこうやって台本をもらうとなんとなく役作りというものをします。今日もね、午前中あのワークショップ参加した方は台本を受け取った時に一応なんかいろいろ考えたと思うんですね。例えば A さん役になったら、この人上品な人なのかな、がさつな人なのかな、教養のある人なのかな、ない人なのか、いろいろ考えてセリフを言います。今問題になったのは旅行ですかというセリフ、簡単なセリフですね。英語に翻訳しても韓国語に翻訳しても意味の取り違いようのない簡単なセリフです。でもこの A さんが何人なのか、あるいはそもそもこの台本書いたのがどこの国の人なのかによって、この旅行ですかというセリフの書かれた意味は随分違ってきますね。いいですか、セリフの意味は同じなんだけどセリフの書かれた意味が随分違ってきます。だってこの A さんがアイルランド人だったら、これ普通のアイルランド人でしょ、みんな話しかけるんだから。この間フィリピンから来た留学生に聞いたら、このシチュエーションで話しかけなかったら失礼だと言ってました。 120% 話しかける。だからこの間イタリアから来た留学生に聞いたら、相手が女性だったら 100% 話しかけると。でもこれも彼らマナーだって言い張るんですよね。あの相手がおばあちゃんでも話しかけるんだと、相手を女性と認めてないことなんか私たちは話しかけざるを得ないんだってこう言い張ります。これずるいマナーだと思いますけど。で
日本人は1割しか話しかけないんです。だからもしこの A さん役になったら、ちょっと積極的な人、ちょっとずうずうしいぐらいの人という役作りをしないと多分うまく言えない。さて問題です、クイズです。皆さん考えてください。この A さんがイギリスの上流階級の教育を受けた男性だったとします。今度はマナーとしては話しかけちゃいけないんですよね。でも台本には旅行ですかと書いてある。ということはこの作家は何か別のメッセージをこのセリフに込めていることになります。さあどんなメッセージが考えられますか。いくつも可能性があるので思いついたとこから言ってみてください。もっと簡単に言うと、なんでこの A さんはマナーを破ってまでも C さんに旅行ですかと話しかけたんでしょう。どうでしょうか、どなたか。暗号だったんですね、はい、不調を通して B さんにバレないようにね。あ、いい答えですね、はい、素晴らしいですね、はい、他どうでしょうか、はい、あ、もしかしたら幼なじみだけどちょっと分かんないから旅行ですかと鎌をかけてみた。あ、いいですね、はい、他どうでしょうか。あの、大体何言っても当たりますよ、はい、どうぞ、はい、どうぞ。魅力的だった。あ、そうですね、はい、あのマナーを破ってまでも話しかけたいぐらい好みのタイプだ、一目惚れ、これいいですね、はい、他はいかがでしょう。大体いいですか、はい、ごめんなさいこれあの国語の立体化と呼んでいて、今いろんな高校で実際にやってる授業の一つです。皆さんが受けてきた従来型の国語の授業というのは、この作者の言いたいことは何でしょう、50字内で答えなさい、丸か×かみたい、まあ、大体日本の国語教育というのは文学解釈があの中心になります。でも解釈、小説や戯曲の解釈というのは、その文化的な背景が違ったら全く違う解釈が起こるってことなんですね。その解釈の一つ一つは、その文化的な背景と論理的な整合性が取れていれば、頭ごなしに否定してはいけないというのが多文化共生型の教育の基本です。なぜなら頭ごなしに否定してしまうと、例えば帰国子女の子とかがそれまで生きてきたその子のバックグラウンドを否定してしまうことになるからです。例えば今 B さん黙ってるんですけど、なんで黙ってるの、話しかけなさいよって言っても、その子が話しかけない文化の中で育ってたら、それはその子の生きてきた文化を否定してしまうことになる。なんて話しかけんの、失礼ね。いやそれはいやいや、アメリカだとこれ話しかけないと失礼なんですけど。だから相手のそういったコミュニケーションの文化をまず頭ごなしに否定しないっていうのが多文化共生型の教育の基本です。で、そうですね。今以外でいい答え、いろんなあの答えが出るんですけど、例えば C さんがちょっとすごく落ち込んでそうで、しかもこの列車の行き先に自殺の名所があったと心配だから、これはあのやっぱり命の方が優先しますからね、話しかけたとか。それからさっきのスパイ説ですけど、 A さんがスパイで、その身分を隠さなきゃいけなかった、だから庶民のふりをするためにわざと旅行ですかと言ったとか、あとB さんとの関係が悪くなってて、 B さんを牽制するためちょっと旅行ですかといった、まあ、いろんな答えが出てきます。先日ある高校ですごくいい答えがありましたA さんがバカっていう答えがあります。 A さんイギリスの上流学の教育は受けたんだけど、バカだから話しかけ、これは発想がいいですね。皆さん一生懸命今話しかける理由を考えたんです。でも単純に能力の問題だと。で今大学入試の設問もどんどん変わってきていて、こういうあの50字以内で答えなさいみたいなものから、可能性を5つ上げなさいみたいな、あの国際バカロレアってお聞きになったことあると思うんですけど、国際的に通用するあの試験があるんですけど、大学入試、それはあの設問の中、可能性を3つ上げなさいとか答えを5つ上げなさいみたいな設問が結構あるんですね。でこれ大学入試の問題だとしたら、イギリスの上流階級の教育を受けたとしか書いてないので、教育を受けたからといって能力が備わるとは限らないので、
設問にも批評性を持ったいい答えだというふうに大学側は評価します。さらに面白いのは、このシチュエーションをイギリスの観客が見てたら、この旅行ですかの言い方次第で爆笑になるかもしれないですね。このあと、この貴族のボンボンのバカ息子の A さんが無理して旅行に出てきた珍道中が始まるんだなという情報をイギリスの観客なら得るかもしれない。あるいはこの C さんをすごい綺麗な女優さんとかが演じてたら、あ、このあと A さんと C さんの身分を超えたラブロマンスが始まるんだなという情報をイギリスの観客なら得るかもしれない。そんなこと思いもしなかったでしょう。特に午前中ワークショップ参加した方、あの台本見てそんなこと思いもしないですよね。私も思いもしませんでした。私が書いた台本だけど。これが異文化と接触する時の面白いとこであり、またちょっと面倒くさいとこでもあります。全く違う解釈が起こるということなんですね。で、僕は東京芸大の教員も長くやってたんですけど、まあ、東京芸大というのは日本中から音楽と美術の最高峰の学生が集まってきますね。で、ゆくゆくは国際的に活躍するアーティストになりたいとみんな考えています。特に音楽はね、まあ、ヨーロッパ行かないともう意味がないので。で、ただ学生にはでもそうは言ってもやっぱ国際的な仕事をするのに向き不向きがあるよっていうことを言ってきます。向いてない人っていうのはこういう事態に直面した時に、なんで分かんないんだよって切れちゃったりとか、あるいはそれが繰り返されるとどうせ分かんないだろうと諦めてしまう。で、向いてる人ってやっぱこれ楽しめる人なんです。え、そんな風に思うの面白いね、 俺全然そんな風に考えなかったよと。で、できれば若いうちにどんどん異文化と交流してこういうのを楽しめる人になってねっていう話をよくするんですけれども、ただ最近はこれもですね、特に高校生とか中学生にはちょっと別の言い方をするようにしています。今の中学生高校生、まあ、15歳とかね、17歳ですね。そう、日本人の平均余命から言ってあと70年間ぐらい生きなきゃいけないです。70年後、2094年ですよね。70年、もうちょっと長生きしたら22世紀まで生きるんです、今の中高生は。で、今だいたい日本の国土に日本文化をバックグラウンドと しない方が最大で 4% ぐらいいると言われています。これ統計の取り方で、例えば在日3世4世をそっちに入れるかどうかとかで随分違ってくるんですが、それでもまあ最大で 4% ぐらい。これがですね、今後10年から20年のうちに、たった10年から20年で 10% ぐらいになるんではないかと予測されています。日本の全体の人口は減っていきますから。で、高校生たちは70年生きなきゃいけない。そうするともうその 10% の孫ひ孫の時代ですよね。で、当然完全に日本人化して日本語も完璧にできる、ただ肌の色が違うみたいな人たちが3割4割におそらくなっていくわけです。まあ、どの国を見ても移民の方が子どもが多いという統計が出ますので。で、今でも例えば松山市に住んでてマンションアパートにいて隣の部屋にアメリカ人が住んでてもインド人が住んでてもそんなにびっくりはしないですよね。まあ、昭和の時代までは特に地方は外国人がすごい珍しかったから、外国人歩いてると外人外人と子供が指さしたような時代がありましたよね。もう今時そんな子供いないですよね。もう観光客で溢れてるし。で、私たちの世代は英語を使って仕事をするのは人口の 1% 以下と言われています。商社マンとか外交官、限られた職業ですね。でも今は隣にどの国の人が住んでてもおかしくない。しかもその隣の人とは経済の話や政治の話をするんではなくて、ゴミの出し方とかについて話さなきゃいけないわけです。その時に毎日毎日なんで分かんないんだよって切れてたりとか、どうせ分かんないだろうと諦める70年と、そんな風に思うの面白いね、じゃあちょっと今までとやり方変えてみようかって楽しめる70年とどっちがいいというふうに、まあ、中高生には聞きます。当然彼らはじゃあ楽しめる方がいいですと答えますよね。だからグローバルコミュニケーションスキル、異文化理解能力というのは
もはやその文部科学省が言うような世界で戦える能力ではなくって、あるいは経済界が要請するような世界で活躍できる人材を育成するための能力ではなくって、君たちの70年を豊かにするための能力なんだよ、そのために英語を勉強すると思った方がいいよって話を、まあ、子どもたちにはしてきました。さて、皆さんはですね、まあ、何十年か生きてきて話し言葉の個性というものがあります。それから言葉から受けるイメージも人それぞれ様々です。これを今日の午前中のワークショップでやったんですけど、こういうものを社会言語学なんかではコンテクストと言います。コンテクストは、受験英語では文脈と習うんですけど、ここではもうちょっと広い意味で、その人がどんなつもりでその言葉を使っているかの全体像だと思ってください。で、俳優には俳優のコンテクストがあります。劇作家には劇作家のコンテクストがあります。これが重なれば苦労しないんですが、そう簡単には重ならないと。で、今この旅行ですかというセリフが問題になりましたね。簡単なセリフです。でも日本の高校生があるとうまく言えない。でもうまく言えなくて当然なんですね。高校生に聞くともう 95% は話しかけないというふうに手を挙げます。ってことは、このセリフ簡単に見えるけど、その子のコンテクストの外側にあるセリフだっていうことです。もっと簡単に言うと、簡単に見えるけどその子普段使ってない言葉だっていうことです。で、ここに簡単に見えるけどコンテクストの外側にあるセリフのことをコンテクストのズレと呼んできました。で、コンテクストのズレはですね、コンテクストの違いに比べても見えにくいですかね、落とし穴になりやすいんじゃないかってことなんです。まあ、パワーポイントも両方使いますね。あ、両方見えにくくなっちゃう。違いっていうのは何かっていうと、文化的な背景が全然違ったらもうちょっと気にすると思うんですね。例えばチェーホフさんっていう作家がいます。この130年前にロシアに生きていた作家です。130年前のロシアが舞台になってますから、私たちは全然意味のわからないセリフが出てきます。例えば、銀のサモアールでお茶入れてよなんていうセリフが出てきます。はい、ではこの中で銀のサモアールでお茶入れたことのある人、たまにいるんですけどね、今日いないですかね。僕は30年ワークショップやってて、銀のサモアールでお茶、サモアールでお茶入れたことのある日本人に、63人会ったことがあります。ものすごく微妙、1年に2人ぐらいずつ増えていきます。サモアールってこんな紅茶を入れる壺みたいな機械です。日本人には全く馴染みがないんですけど、ロシア文学には必ず出てきます。日本で言えば急須みたいなもんですね。で、もしも台本にサモアールでお茶入れてよってセリフがあったら、みんな何これと思いますよね。あるいは検索しますよね。サモアールって何、どう言えばいいの。でも旅行ですかは生地意味が分かっちゃうから、旅行ですかって何とか、旅行ですかってどう言えばいいのって考えないですよね。考えないでポロッと言っちゃうから失敗する。演劇は所詮他人が書いた言葉をどうにかして自分の体から出てきたかのように言う技術なんですね。だから普段話しかけない人にとっては旅行ですかもサモアールも同じように難しいはずなんですが、その難しさに気がつけない分、日常的なセリフの方に落とし穴があるってことなんです。細かいところに誤解の種があるっていうことなんです。例えば、これそうですね、以前東京で高校生とお芝居やってた時に、ちょっとマクドナルドに行こうよってセリフを書いたんです。で、それどうもしっくりこないんですね、高校生。で、なんでって言うと、私マクドナルドとは言わないから、マックというわけですね。で、私にとってマックっていうのはちょっと気恥ずかしいんですね。私中学生の時に初めて日本でマクドナルドできたんで、なんかマック、マクドナルドで、ちょっと皆さん手を挙げて、マクドナルドという方とマックという方とマクドという方がいらっしゃると思うんですけど、普段、マックと呼ぶ方、マクドの方、
混在してますね。マクドナルドというか、あ、これも、あ、素晴らしい、はい、そうですね、これ3つ混在するんです、ね、ご承知のように、関西地区ではマクドというんですけど、大体あの三重県が境目、三重県が県内で分かれます、はい、それから私のところ田島地方、豊岡もちょうど境界線になってますね。でそれからまた西に行くとマックの方が多少増えますが、あの関西文化の影響もあって、例えば四国でも徳島はマクドというわけですね。であのそれはでも何て言うかな、あのコンテクストがちょっとずつずれてて気がつかないわけですね。知ってないとわからないわけです。例えばですね、1960年代に寧斎を廃止運動というのがありました。これは神奈川県の鎌倉で始まって、で東日本全体を覆った非常に大きな国語運動です。これは寧斎用を使わないようにしましょうと、人間関係を壊す悪い女子なので使わないようにしましょう。今日ね、僕さ学校に行ったよっていう、今日僕は学校に行きましたときちんと言いましょうという国語運動です。で3回使うとあの廊下に立たされちゃうみたいな。一方で全く同じ1960年代に福岡県の加保郡というところでは寧廃運動というのがあります。これは廃はですね、あの福岡九州弁ではあの子どもたちは大人から何か言われても廃って言うんで、うんって言うんですよね。でこれはあの方言なんです。沖縄なんか今でもうんっていう方多いんですけど、高度経済成長の時代ですから、福岡の中学生とかが集団就職で大阪とか東京の工場行くわけですよね。で上司から何か言われてうんって言ったらこれ殴られますよね。だからとにかく大人から何か言われたらはいって答えます。根は何かっていうと、タイやバイを使わずにとにかく根をつけろと、そしたら都会っぽくなるから。これ本当に同じ時期に日本の国内で行われてた国語運動、これ転校した子いたらかわいそうですよ、よしね、東京行くばい、ね、使うばいって言って、ね、使ったら廊下立たされちゃうわけですからね。でこういうふうに何が落とし穴になるかわからないですね。で、異文化理解も同じで、近い国の方が落とし穴が大きいんですね。あの例えば、まあ、日韓日中の関係ずっとこの10年ぐらいギクシャクしてきましたけれども、まあ、どの国見てもですね、隣の国とは仲悪いんですね。あのトルコとギリシャも仲悪いし、マレーシアとシンガポール仲悪いんですけど、これあの領土問題とかもあるんですけど、ちょっと文化が近すぎるってこともあると思うんですね。でこういうことがあります。私たちはあの人の家に上がるときに靴を脱いで揃えて反転させてこう上がりますね。あれあの全ての方じゃないんですけど、韓国の方でちょっと嫌がる方いらっしゃるんですね。でその嫌がる方に聞くとですね、あの特に反転させるのがですね、そんなに早く帰りたいのかと思うようなんです。でもこれは靴を脱いで家に上がるという文化を共有しているから起こる摩擦でしょ。欧米人とはそもそも起こらない摩擦なんです。で、まあ、皆さんもあの欧米の方を家に上げた経験あると思うので、まずここ脱いで靴脱いでってとこから始まるわけですよね。でほぼ 100% 脱ぎ散らかします。あのだから日本もグローバルっていうのは脱ぎ散らかすとこから始めろって話なんですけど、まあそういうことではないんですが、で皆さんもって思った人もいると思います。なんで揃えた方が綺麗じゃん。でもあれを綺麗だ美しいと思うのは日本人だけなんです。私も美しいと思います。私日本で生まれ育った。でもそれを他の民族に強要できるほどの客観合理性は何もないんです。揃える、まして反転させてもいいこと何もないですよね。 0.5 秒ぐらい早く帰れるだけですよね。でそれが誰にとっても便利だったり、誰にとってもかっこよかったりすると、これは文化を超えて文明になります。例えば漢字というのは古代においてとっても便利だったので、日本人も朝鮮人もベトナム人も全く文法は違うけど、文字としては漢字を採用したわけです。これは中華文明の広がりです。世界中の人がナイフとフォークで食事をする、これはヨーロッパ文明の広がりです。世界中の若者がジーンズを履く、これはアメリカ文明の広がりです。
で文明っていうのはそれ広がっていくんですけど、文化っていうのは民族固有のものなのでそんなには広がらないんですね。でこれ無理に広げようとすると文化侵略になってしまうので、これ気をつけなきゃいけない。でもう一つ厄介なのはですね、欧米の方が脱ぎ散らかした時に私たちそれ揃えてあげますね。もうしょうがないなと思う。そのあんまり不愉快にはならないわけです。なぜならそれは別に欧米の人に対するコンプレックスではなくて、相手がそのルールを知らないということを自明のこととして私たちが知っているから、だからしょうがないなと思う。でも生地靴を脱いで家に上がるという文化を共有していると当然相手も同じ行動を取ると思ってしまうんですね。で同じ行動を取らないとそれが野蛮に見えたり下品に見えたり悪意があるように見えたりするっていうことなんです。で例えばいろんな、もう本当に日韓はいろいろなんですけど、例えば私たちハンカチをプレゼントでよく送りますね、日本人はね。あれ韓国禁止っていうか、あんまりしないそうです。なんでかっていうと、韓国でハンカチっていうのは手を拭く道具じゃなくて涙を拭うものなんですよね。だから悲しい時に使うものは、それをプレゼントに送るっていうのは良くない、ちょっとかっこいい感じもするんですけど、ご飯もね、韓国ではお茶碗持ったらダメですよね。日本人は持たなかったら下品ですけど、ね、これも茶碗と箸とスプーンでご飯を食べるという文化を共有してるからこそ起こる摩擦です。どっちが正しいってことはないんですけど、それを相手に強要するってことは文化侵略になってしまうっていうことなんですね。で問題はですね、こういう小さなズレというのはなかなか表に現れてこないんです。私は大学時代に韩国に留学したので、もう40年のお付き合いなんですけど、最初の10年ぐらい知りませんでした嫌がる人がいるというの。韓国の人もね、いちいち言わないですからね、なんで揃えるのとか言わないでしょ。でそういうものが積もり積もって、ある時領土問題とかがあるとバッてこう噴出してきて、もうだから日本人は信用できない、あの時も靴揃えたしみたいね日本人はそんな昔のことをみたいになっちゃうから、だから若い人にたくさん交流してもらって、ずれに見えるけどやっぱり違いなんだよねとこの違いを顕在化させていくことの方が大事なわけです。でもこれちょっと、これも日本人苦手なんですね。日本人は丸く収めたいので、こう違いを顕在化させると角が立っちゃうので。でも異文化理解というのは、この小さな角をちゃんと立たせることで大きな衝突を回避するっていうのが、まあ、異文化理解の大事なポイントなんですね。さあチェーホフは130年前ですけど、もっと最近の事例でテネシー・ウィリアムズという作家がいます。この人は20世紀のアメリカを代表する作家ですけど、1950年代に初めて日本に紹介され始めましたその時にですね、ボーリングに行こうよとセリフがあったんですね。でしかし1950年代ですから日本の俳優たちはボーリングを知りませんでした。で翻訳した先生のところに聞きに行ったんですね、ボーリングって何ですか。でも翻訳した先生も今みたいに自由にアメリカに行ける時代ではなかったので、ボーリングを見たことがなかったんですね。で辞書で調べて、どうもボーリングっていうのは鉄の玉で棒を倒す遊びらしいよっていうふうに伝えたそうなんですけど、これじゃボーリングの、まあ、意味はかろうじて何かの遊びだってことは分かりますけど、ボーリングのイメージはちっともつかめないですよね。鉄の玉で棒を倒すってどんな遊びだか全然、ね、ましてボーリングに行こうよっていうセリフのコンテクスト文脈はちっともわからないですね。劇作家がボーリングに行こうとセリフを書くってことは、ボーリングに行くことが大事なんじゃないんです。この舞台上の2人はボーリングに行こうよと言い合う間柄なんですよということを客席に伝えたいんです。今皆さんはご自身がボーリングをするしないに関わらず、ボーリングに行こうよって大体どんな時に使うか直感的にイメージできますよね。だって初対面の人は、つかぬことをお伺いしますが今日ボーリング行きませんかとは言わない、これ変な人ですね。あるいは、18歳の男の子が17歳の女の子デートに誘うのに、今日ちょっと将棋指さないとは言わないですね。言ってもいいけど、言われた女の子困りますよね。今これ何に誘われてるの私と思いますね。いくら将棋ブームとはいえ
そういう使い方は しないですね。だからこれボーリングじゃなきゃダメなわけです。これがボーリングに行こうよというセリフのコンテクスト、書かれた意味、伝えたい情報です。でこのコンテクストを理解するコンピューターやロボットの開発に各社しのぎを削っています。まだまだこれが苦手なんですね。チャット GPT でもこの文脈を読むってことが苦手なんです。でまたちょっとクイズを出します。クイズなんでよく聞いてくださいね。皆さん小学校1年生ぐらいのお子さんがいると思ってください。その子が嬉しそうに走って学校から帰ってきます。で、お父さんお父さんお母さんお母さん、今日僕宿題やっていかなかったんだけど、平田先生全然怒んなかったんだよと言ったとします。さあ何と答えますか。はい、じゃあどうぞ。宿題やっていかなかったんだけど、平田先生全然怒んなかったんだよ。あ、優しいですね。あ、優しいお父さんでした。じゃあどうぞ。あ、何かどうなって、あ、なるほど、どうでしょう。あ、優しいです、はい、そうですね、はい。コンピューターの話をまずしますね。これコンピューターにこの文章を入力すると主に2つの情報が伝わります。1つは宿題をやらなかった、もう1つはにもかかわらず怒られなかったです。従来型のコンピューターは過去の蓄積からしか答えが出せないので、宿題やらなかったに対しては宿題やらなきゃダメ系の答えが返ってきます。もう一つ、にもかかわらず怒られなかったに対してはよかったね、儲かったねという答えが返ってきます。でも子供が本当にお父さんお母さんに伝えたかったことは何でしょう。クイズだって言ったのは落とし穴、引っ掛けがあるんですね。落とし穴は嬉しそうに走って帰ってきたっていう部分。嬉しそうに走って帰ってきてまで宿題やんなかったのに怒らなくて儲かっちゃったよってことを伝えたいひねくれた小学校1年生多分あんまりいない。本当に伝えたかったのは今3番目の方がおっしゃってくださった平田先生優しいとか、平田先生大好きとか、平田先生のクラスで良かったという気持ちを伝えたかったんです。そう考えないと嬉しそうに走って帰ってきたっていう部分との整合性が取れなくなってしまうからです。いいコミュニケーションというのは基本的に子どものコンテクストを受け止めて、さらに受け止めてるよということをシグナルとしてきちんと返してあげるのがいいコミュニケーションと言われています。でもちろん子育てや教育に一般的な回答なんかないんですけど、クイズだと言ったので答えを作るとすれば、ああ、平田先生優しいね、でも明日怒られるかもよとかって言ってあげるのが、まあ、教育学の世界では一番いいとされています。これ先に宿題の話しちゃうと子どもキョトンとしちゃうんですね。その子は今宿題の話してるつもりは全くないわけです。平田先生の話を親としたいから、親にそのことを伝えたいから走ってまで帰ってきたわけですよ。でそれが宿題の話で宿題やなきゃダメみたいにいきなり言うと、でそれが繰り返されると、ああもうこの大人全然自分の言うこと聞いてくれてないなと思ってしまう。これ医療コミュニケーションの世界なんかでも同じことがあってですね、まあ、ダメな看護師さんっていうのは分かりやすいですね。患者さんが胸が痛いんですと、あ、大変だ先生呼んできますって、もう自分もパニックになっちゃう、これはまあダメ。普通の看護師さんは胸が痛いんですって言うと、あ、いつから痛いんですかとか、どう痛いんですかとまあ聞くわけですけど、優秀なというか、まあ、患者さん受けのいい看護師さんはそうしないそうなんですね。胸が痛いんですって言うと、あ、胸が痛いんですねと、まずオウム返しに答える、まあ、そのことによって今私はあなたに集中していますよと、いろいろ忙しそうに見えたけど今はあなたにだけ集中していますよということをまずシグナルとして返してあげることで患者さんのパニック状態を抑える。今ね、多分この命の電話さんの研修なんかでもそういうの入ってると思う、まあ、傾聴っていうのはそういうことです。まず聞いてますよという態度を相手に見せるってことが大事だということが最近強く言われるようになってきました。で、あるいはこういうこともあります。ホスピスでですね、末期がんの患者さんが入院してきます。50代の働き盛りの男性 で奥さんが付きっきりで看護するんだけれども、ある解熱剤を投与するんだけどなかなか効かない。で、奥さんがですね、看護師さんになんでこの薬使わなきゃいけないんですかと、まあ、聞くわけですね。で、ホスピスに集められているのは優秀な看護師さんですから、こういう薬なんだけどこっちとの副作用でなかなか効かないで、もうちょっと頑張りましょうね、
まあ、懇切丁寧に優しく説明をする。で、奥さんその場では納得するわけです。でも翌日になるとまた同じ質問をする。また一生懸命答える。でこれは毎日繰り返されるわけです。でそうするといくら優秀でも人の子ですからだんだん嫌気がさしてきますね。ナースステーションでも問題になり始めます。あの人クレーマーなんじゃないのと。ところがある日ですね、ベテランのお医者さんが回診に行った時に、やっぱり奥さんがなんでこの薬使わなきゃいけないんですかと聞いたんですね。ただそのお医者さんは一言も説明はせずに、奥さんつらいねと言ったそうなんですね。でその奥さんはその場では泣き崩れたんだけれども、もう二度とその質問はしなくなった。でその奥さんが聞きたかったことは薬の効用なんかではなかったってことですよね。なぜ自分の夫だけが癌に侵され死んでいかなきゃいけないのかを誰かに訴えたかった、誰かに問いかけたかったわけです。でその問いへの答えを近代科学は持っていません。近代医学は持ってませんね。科学は How や What についてはお答えられるんですけど、 Why、 なぜについてはあんまり答えられないんです。大雑把に答えられますよ。この人タバコ吸いすぎでしたとかこの人食生活悪かったとか。 でも同じだけタバコ吸ってても癌になる人もいればならない人もいますよ。で、じゃあ奥さんつらいねって言ったところで癌が治るかって言ったら治りません。治りませんが、ホスピスというのは癌を治す医療機関ではないんですね。治らない癌の患者さんとそのご家族に残り半年間を充実して過ごしてもらうための医療機関です。だとしたら患者さんやご家族がどう生きたいのかを汲み取らなきゃいけない。でも想像してもらえば分かると思うんですけど、余命半年と言われて、じゃあ残り半年こうこうこう過ごしたいですと理路整然と言ってくださる患者さんやご家族の方が稀ですよね。泣いたりわめいたりパニック状態になったり、なんでこの薬使うんですかと逆切れされたりする。その中からでも意図を汲み取って治療法を決めなきゃいけない。残り半年ですからいろいろ試してみるってわけにはいかないわけです。一つ決めなきゃいけない。でこれ大変な仕事ですね。で実際に私大阪大学に呼ばれた時に医学部出身の副学長からこういうふうに言われました。昔は医者や看護師なんていうのは病気や怪我を治してあげればもうみんなから感謝されたと。貧乏だけど誇り高いいい商売だと。今はもう医療が高度化しすぎて、そもそもが何をもって治したというのかさえ誰にも分からなくなっている。要するに1分1秒でも延命したいのか、痛みを緩和したいのか、家族と一緒にいたいのか、仕事にちょっとでも戻りたいのか、一人でひっそり死にたいのか、一人の患者さんの中にも複数のお気持ちっていうのがあるわけですね。もう家族なんかみんなバラバラです。しかも医療がコミュニケーションの、難しいところはどんどんそのお気持ちが変わるわけですよね。科学が発達すればするほど治療法や薬のオプションは増えていきます。でも1個決めなきゃいけない。でその決めるのにも今コンピューターはすごく手助けはしてくれます。でもその手助けというのは過去の症例から、統計的にこの治療法この薬が一番いいですよというアドバイスに過ぎない。でもそのアドバイスが患者さんやご家族が望んでるものかどうかを判断するのはまだ医者にしかできないんです。これが人間に残された最後のコミュニケーションの領域です。でどんな人工知能の学者に聞いても人間と同じだけのコンテクスト理解ができるコンピューターやロボットの開発まだ30年50年はかかると言われています。だからまあ、私たちが現役で働いているうちは無理だということですね。で、そうするとやっぱり教育や看護や介護、子育ては人間がやらざるを得ない。コンピューターやロボットはいくらでも手助けはしてくれるけれども最終的に人間がやらざるを得ない。なぜなら、患者さんや入院患者さんや子どもに代表される社会的弱者はコンテクストでしか喋らないからです。小さいお子さん普段から触れてる方はお分かりになると思うんですけど、子供って全然関係ないことで気持ちを伝えてくるでしょ。大人から見たら平田先生が好きな平田先生が好きっていやいいじゃんと思うんだけど、それを宿題の話で伝えてくるでしょ。僕小学校2年生とワークショップやってて、もうすごいキャッ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 って盛り上がって、だけど一人急に泣き出しちゃったんですね。号泣です。
あーちゃんなんかやっちゃったかなと思って、あるいはこれ陰でいじめでもあんのかなと思ったら、担任の先生がスーッて僕のとこやってきて、大丈夫です、今この子嬉しいんですって言って、これ分かんないですよね。泣いてる子が嬉しくて泣いてるのか悲しくて泣いてるのか判断するコンピューターは100年経っても無理だと思う。だって人間にだって分かんないだから。でも普段からその子に寄り添ってる親や、看護師さんや担任の先生はそれが分かるんですね。これがおそらく人間に残された最後のコミュニケーションの、まあ、領域だと思います。で、大阪大学 の大学院なんかにいるとですね、グローバル教育ともう一つリーダーシップ教育ってすごい言われるんですね、文科省からやれやれって。でそこでいうリーダーシップ教育というのは人を引っ張っていく力とか、ディベートに強いとか、ロジカルシンキングとか、クリティカルシンキングとかいろいろ習うんですけど、まあ、それも大事だと思うんですよ、世界で活躍するためには。でもこれからの日本のリーダーにもう一つ必要なのは、この論理的に喋れないこの社会的弱者のコンテクストを理解する能力だと思うんです。論理的に喋る能力はもちろん必要です。でも論理的に喋る能力と同じぐらい、論理的に喋れない人の気持ちを汲み取る能力も必要なんじゃないかっていうことなんですね。今皆さんお医者さんとか歯医者さん行ってもすごいグラフィックの使い方とかすごい上手くなってるでしょう。あれ全部練習するんです、医学部とかで。ではい、ここに病巣ありますね、残念です、残り半年です、じゃあ残り半年間どう過ごしたいですか、論理的に喋ってください、喋らないと私治療に当たれないんで、そんな医者育ててどうすんだっていうことでしょう、ね。これから日本はどう考えてももう高度経済成長はなくって、この借金のたくさんある国がどうにかして痛みを分かち合って安定して、まだそうは言っても豊かな社会だから安定した持続可能な社会を作っていかなきゃいけないわけですね。その時にリーダーの側が社会的弱者の痛みが分からなければ、コンテクストが分からなければ、社会的分断はますます深刻になっていってしまいます。だから少なくとも私たちはこの社会的弱者のコンテクストを理解できるようなリーダーを、まあ、育てたいというふうに考えてこれまで教育に当たってきました。でただですね、こういうことを言うと特に大阪大学の学生とか真面目なんで、それ一番苦手ですとかっていう子はいるんですね。あともっと可愛い学生だと、いや僕理系なんでって、理系だからなんだよと思うんですけど、でも僕は学生を励ますのが仕事なので、いやいやこれも普段はみんな普通にやってるんだよって話をします。だってですよ、皆さん例えばそのね、松山のそこの繁華街で18歳の男の子が17歳女の子にちょっと今日ボーリング行かないって言ってたとして、それたまたま立ち聞きしてたとしますね。立ち聞きしてて、ああこの男の子本当ボーリング好きなんだなって思いますか？思ったらよっぽどこれ野暮な人です。どう見てもこれデートに誘ってるんでしょ。女の子はボーリングって言ったら、じゃあ映画にするって言いますよね。ボーリングじゃなきゃ嫌だって言ったらこいつ振られますよね。でもコンピューターこれ全くわからないんですよ。だってボーリングに行こうように好きも嫌いも入ってないでしょ。こういうの情報価値判断というふうに言います。コンピューターは情報フラットに扱います。人間は価値判断してから情報を扱います。だから早い、でもよく間違える。これが人間のコミュニケーションの特徴なんですね。いろいろ間違えながら相手とこのコンテクストをすり合わせていくっていうのが人間のコミュニケーションの特徴なわけです。で、私たちは普段はそういうふうにコンテクスト理解のサイクルを回してるんですが、これがビジネスの現場のように時間が限られてたり、医療の現場のようにパニック状態が起きやすかったりすると、このコンテクスト理解のサイクルが妨げられて、ディスコミュニケーション、コミュニケーションがうまくいってない状態が生じるってことなんですね。だから普段はできてることができないんだよ、能力がないからできないんじゃなくて、普段できてることがある状況だとできなくなるんだよと考えた方がまあいいんじゃないかということです。じゃあどうすればいいかってことなんですけど、これちょっと午前中のワークショップでもやったんですが、今旅行ですかっていうの問題になりましたね。で、従来型の国語の授業だと、この旅行ですかっていうのは A さんだから、 A さんが一生懸命言い方を考えてきました。例えば朗読の時間だったら、先生は気持ちを込めて丁寧に読みなさいって言ったと思いますし、演劇だったら腹式呼吸で綺麗に言うとか、
体を鍛えてパワーとスピードでいうと、丁寧もきれいもパワーもスピードも全部 A さんの努力、あるいは A さんの能力に関わってきます。でも現実の社会はどうでしょう。今先ほど伺ったように皆さん相手によるって答えましたよね。でも C さん役の人難しいです。話しかけられやすい演技って何ってことになります。これ体鍛えてもダメです。体鍛えて頑丈になったら話しかけにくくなっちゃいますから、そこでこういうものを関係とか場の問題として捉えていこうというのが90年代以降に出てきた新しいコミュニケーション教育の考え方です。コミュニケーションが取りやすい場作りになってるの、発言しやすいような環境になってるのってことですね。で、再三名前が出ている大阪大学の私コミュニケーションデザインセンターというところにいたんですけど、このセンターはそういう哲学、そういう思想で生まれた世界でも非常に珍しい教育機関でした。私たちはペラペラと説明のうまい医者や科学者を育成したいわけではなかったんですね。そうではなくて、大事なことはこれ A さんが医者だと思ってください、 C さんが患者さんだと思ってください。で、医者の説明能力いいに越したことはないですね。説明うまい方がいいに越したことはない。でももう一つ大事なのは、患者さんがお医者さんに質問がしやすいような椅子の配置になってるかどうか、壁の色はどうか、天井の高さはどうか、受付から診察室までの道のりが患者さんを緊張させてないかどうか、これ全部デザインの問題ですよね。あるいは医療過誤が起きにくいような組織になってるかどうか、事故が起きた時に下から上にちゃんと情報が伝わるかどうか、これ組織や情報のデザインの問題です。もっと広げていくと、病院の建物自体が患者さんを緊張させてないかどうか、これ建築のデザインの問題です。もっと広げていくと、病院、町のどこにあればいいの？交通アクセス何がいいの？これ町づくりや交通行政のデザインの問題になってきます。患者さんがお医者さんに質問がしにくいのは、お医者さんが威張ってたり説明が下手だからじゃなくて、患者さんがバス3台も乗り継いできてヘトヘトになってるからかもしれない。原因はどこにあるか分かりません。こういうふうに原因と結果を一直線に結びつけない考え方を学問の世界では複雑系と言います。コミュニケーションの問題を複雑系の視点で捉えたのがこのコミュニケーションデザインという考え方です。コミュニケーションがうまくいってないのを個人の能力の問題だけに帰すのではなくって、なんかデザインが間違ってるんじゃない、あるいはデザインを良くすると変わっていくんじゃないのっていうことですね。で、例えばこれは、お隣、香川県の善通寺にあります国立小児病院です。もう建築段階から子どもが病院を嫌がらないような建築設計になっていることが分かりますね。これは他の病院なんですけど、ロビーでもう設計段階からプロの絵本作家さんが入っています。 CT スキャンです。今小児病棟なんか作るときにもうアーティストが入らない方が珍しいぐらいに、これ別に美術系だけじゃなくって音楽療法とか、それからホスピタルクラウンってお聞きになったことあると思うんです。ピエロを配置して長期の子どもの入院患者に笑顔を届けるみたいな、そことも普通になってきています。こういうのもデザインを変えていこうという考え方ですね。で、実際のワークショップではこれも午前中ちょっとやったんですけど、この A、 例えば高校生の A 君がうまく旅行ですかって言えないときに、例えば C さんにサッカーの雑誌持ってもらって、サッカー好きなんですか、まあどうですかね、代表チーム、あー頑張ってほしいですね、ところで今日旅行ですかとかだと言えるようになるんですね。高校生ぐらいの人生経験の浅い段階でこの旅行ですかというセリフに詰まった時に、このセリフだけ考えさせてもなかなかうまく言えないですね。でも皆さん図形の問題解く時、補助線を引くっていうのをやったと思うんですけど、補助線を引いてあげるとうまく言えるようになります。イメージがつかみやすくなる、ほらこれなら言えるじゃんみたいな。でそうなんですが、でも実際には経験の浅い指導者演出家ほど、ほら話しかける時の気持ちになってごらんって言っちゃうんですね。でも話しかけないんですもん高校生。皆さんだってチェーホフのお芝居出ることになって、ほらサマワールでお茶を入れる時の気持ちになってごらんって言われても困るでしょ。こっちはあまりに遠いから、いやちょっとうちティーバッグでしか入れてないんでって答えられるんですけど、こっちは生地意味が分かっちゃうから言えない自分が悪いような気になって、ますます追い詰められてしまうってことなんですね。でここは大事なとこで、
話しかける時の気持ちになってごらんっていうのは、普段から話しかける子や従来型の学力、頭の回転の速い子にしか適用できないんですけど、話しかけたことあるとか、相手がサッカーの雑誌持ってたらどうとか、どんな時なら話しかける、こういう問いかけならばどの子どもでも適用できるんですね。で、こういうものを、教育学の世界ではシンパシーからエンパシーというふうに言います。これだいたい同じ単語、訳語が出てきてしまうんですけど、私は同情から共感へ、同一性から共有性というふうに訳しています。なんか日本では演じるっていうと、なんかこう役になりきるとか乗り移るみたいなイメージが多いんですけど、そうじゃなくって、普段は話しかけない自分だけれども、話しかけるとしたらどんな自分だろうか、自分という個性と演じるべき対象の個性の共有できる部分を見つけて、そこから少しずつ役に近づいていくっていうことなんですね。で、今日せっかくここに呼んでいただいたので、ちょっとだけ お役に立てるかどうか分かんないけど、参考になるような話をするとすれば、昨日今日となかなかボランティアの方が増えないというお話を聞きました。で、多分若い方にとっては命の電話を受けるっていうことがハードルが高いんだと思うんですね。で、それ僕なりに何でかってことをちょっと考えたんですけど、仕事柄看護とか福祉の大学によく行くんです。で、こういう講演会とかワークショップするんですね。で、どの大学でも3年生、要するに実習に出る前後になってから辞めちゃう、成績はいいんだけど辞めちゃう学生っていうのは一定数いるんです、どこでも。で、その子たちは口を揃えて、患者さんの気持ちがわからない、障害者の気持ちがわからないというふうに言います。僕はよく、いや君たち障害者じゃないから障害者の気持ちわかんないと思うよって、患者さんじゃないんだから患者さんの気持ちわかんないと思う、でももう20年間も生きてきたんだから、自分の中でとてつもなく悲しかったことや寂しかったことはあるんじゃないの、そこから少しずつ患者さんや障害を持った方の気持ちに近づいていくしかないんじゃないのって話をよくします。大人は何か接点を持ってどうにかして相手とコミュニケーションを取ろうとしますよね。僕はよく特に医療系の学生たちには、だってもう冷静になって考えてみようと、ベテランのお医者さんにな、看護師さんになって、患者さん何人も抱えていて、で、一人一人に同化し同情してたらこれ身が持たないですよね。だから何か接点を持ってコミュニケーションを取っていくんだよ。ああ、子育て大変ですね、うちも大変だったんですよとか、あ、親の介護大変らしいですね、今うちの親戚が大変なんですよと、これなんか自分関係ないでしょ、よくよく聞いてみると、あ、親の介護大変らしいですね、今うちの親戚が大変なんですよって、自分関係ないじゃないですか。それでもコミュニケーション取れてるじゃないですか。で、どうにかしてそういう共有できる部分を見つけて相手と接点を作って、ベテランの看護師さんとかはコミュニケーションを取ってるわけです。みんな分かってるのに、若い世代には相手の気持ちになりなさい、相手の立場になりなさい。で、福祉や看護を志すような真面目な子ほどそれ真に受けちゃうから、で、実習に出たらそのことできないですよね。一人一人全部患者さんの気持ちになってたらもう気がめいっちゃいますよね。多分命の電話の研修でもそういうことをやられると思うんです。僕よくセラピーとかカウンセラーの養成のとこもよく呼ばれるので、完全にだって患者さんの気持ちになっちゃったら心理学者やセラピストなんて持たないじゃないですか、心理は。だからどうにかして共有できるものを見つけて傾聴するんです。だけど今の若い方たち真面目な方が多いから、相手の立場にならないと、相手を理解したことにならないと思っちゃうんですよ。で、そういうもんじゃないんで、コミュニケーションっていうのはちょっとでも接点を見つけて少しずつ相手と共有できる部分を見つけていく、まあ、こういうことが大事なんじゃないかっていうことなんですね。で、エンパシーというの、シンパシーというのは、かわいそうな人がいた時に、あ、かわいそうだなと心から思う感情です。これもちろん大事です。例えば命の電話をに何か関わろうと思う人で、そういう気持ちのない人はそもそも関わらないと思います。
で、こういうところは今まで情操教育などで育ててきました。エンパシーというのは、異なる価値観、異なる文化的な背景を持った人がなんでそんなことを考えたり言ったり行動したりしたかを理解しようとする態度や技術、リテラシーの方に入ります。情操ではないので、気持ちではないので、技術なんです。で、これ僕よく学生たちに説明するときには、3年ほど前にトランプ前大統領の支持者たちが国会議事堂に乱入しましたね、ワシントン。で、私たちはあの乱暴者を全く許せないけれども、トランプさんに投票した7000万人の白人貧困層の悲しみや寂しさについては理解に努めなきゃいけないんだと。トランプに投票するなんてバカだなと切って捨てるんではなくって、私はトランプに投票しないけど、あなたがトランプさんに投票した理由はわかるよっていうのがエンパシーなんです。同意はしないけど理解に努める。どうしても日本語では共感というとちょっと同意を含んでしまう感じがあるんで、エンパシーのちょうどいい訳語がまだ日本語にないんですね。で、僕はよく同意はしないけど理解に努めるというふうに言ってます。で、これがこれからの多文化共生型の社会にはとても必要なことなわけです。で、これセラピストだってカウンセラーだって、あるいはその命で電話を受ける方だって同じですよね。だって完全に同意したら、だって自殺をしたいと思っている方に完全に同意したら逆に困るじゃないですか。そうじゃないんです。同意はしないけど理解に努める、これは技術として身につけなきゃいけないもので、こういうものを学校教育でこれからやっていかなきゃいけない時代になってきた。まあ、その時に多少がで因子になりますが、演劇というのは非常に有効だというのがヨーロッパの先端的な教育の考え方です。今日の文脈でいうと、例えばA さんという役を演じることによって、なんでこの人今ペラペラ旅行ですかって話しかけてんだろう、俺なら絶対に話しかけないのになぁとか、なんでこの B さん今黙ってるんだろう、私なら絶対に何か発言するのになぁとか、と違和感から他者理解が生まれるわけですね。別に演劇をやったからといって何かそのいじめとかハラスメントとかなくなるわけではないんですけれども、このエンパシーを育てることによってそういうものが起こりにくい、まあ、環境は作っていけるんではないかということです。ちょっと質問の時間も取るように言われてますので、一旦私の話はここで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。平田先生、どうもありがとうございました。命の電話の相談活動っていうのは、先生がおっしゃってくださったように聞くこと、傾聴をスタンスとしておりますけれども、今日のお話にあったコンテクストのズレ、すり合わせ、それから今お話ししていただいたシンパシーからエンパシーへという、私たちの活動におけるすごく大切なポイントをたくさんお示しいただいたと思います。感謝申し上げます。ちょっとお知らせなんですけれども、今回の、厚生労働省の自殺防止対策事業命の電話プロジェクトは、あと、3カ所ですね、北九州、北海道、それから愛知ですかね、で開催いたします。それぞれ のセンターのホームページに順次案内が掲載される予定です。次回は北九州で、来週ですかね、2月23日に、北九州命の電話で開催される予定です。オンライン視聴もできますので、またぜひ、ご参加いただけたらと思います。それではオンライン配信を見ていただいている方なんですけれども、これで命の電話プロジェクト平田織座コミュニケーション講座第2部オンライン配信を終了させていただきます。オンライン聴講の皆様、どうもありがとうございました。命の電話の相談員が足りません。揺れる孤独の中で誰かに話を聞いてほしくて、
電話をする人がいます。でもその切実な電話を受け取る人が不足しています。命の電話は辛い思いをしている方に電話で寄り添う市民活動。あなたのご協力をお待ちしています。